やー、続きやっていこうで、ホテルに来たばっかりで、なんだ？いらっしゃい。残念だけど、今は満室なんだ。鍵が一本余ってるように見えるが。ああ、私たち、謎の字が読める人を探してるんです。このホテルにそんな人いませんか？ああ、あんたたち、あの学者キノピオの関係者か。学者は今、外出してるけど、部屋の鍵はこっちで預かってるぜ。あ、そうなんだ。その鍵なのか。関係者なら同じ部屋でいいよな。ほら、鍵だよ。関係者ではないんだがな。学者の部屋の鍵。手がかりあるかな？なんか、勘違いされてるみたいですけど。謎の字が読める人と同じ部屋なんてラッキーかも。誰だってなるだろう。学者の部屋はそこの階段上がって2階の突き当たりだ。ゆっくりくつろいだらいいんじゃない？うふふ、意外と早く謎の字の人に会えちゃいそうですわね。他探索していい？入れんのかな？入れるんだ。お、みっけ。あ、トレーニングマシーン。ぴょんぴょんしてんな。楽しい？あ、さっきのやつか。開かないか。壁画、ここにも謎の字書いてあるな。読めるようになるのか？壁画が売り。元の建物に書かれたものを勝手に売りにするなんて商売うまいよな。ここ歴史的な建造物だったんじゃねえ、覗ったら。壁画なくなってるし。ぴょんぴょんしてます、隣は。直してやるか。ほい。調べれるんだ。読めるようになったら読めるのか。読めるようになったら読めるのか。解読できたら、普通にもう読めるようになっちゃうのかな。そっちは？こっちも二部屋か？あ、鍵いんのか。チリリリンつったな。ここ大臣って何？隣の部屋からよく聞こえてくるんだけど。隣の部屋に、やべ。まあまあいいか。これ無駄にならないって言ってたもんな、前。隣の部屋から聞こえてくる？でも学者のやつは上だもんな。あ、出てきた。何これ、スカラベか？あ、はーい。ここの鍵は持ってないよな。これで開かないもんな。開くんかい。え、鍵が開いちゃったの？ここが学者さんのお部屋？もう開いちゃったんだからそうなのかも。あれ、学者の部屋2階って言ってなかったっけ？私、ホテルにお泊まりなんて初めてでさ。うわぁ、素敵なベッド。赤いシーツなんて大人。いやいやいや、泊まるわけじゃないんだよ。こんなはしゃいでる場合じゃなかったですが。冷静になったな、急に。さてさて、学者の先生はどこに行っちゃったのかな？どっかに何か手がかりとかないかしら。まあ、そこの本でしょうね。十中八九。砂漠をくまなく調査した結果、ついに古代人の手がかりをつかんだ。古代人発見の鍵となる秘宝、太陽光を手に入れた。ホテルのフロントと交渉の末、どうにか譲ってもらえた。ムーチュにあの価値がわかるのか？フロントにあったのか。準備はすべて整った。太陽の祭壇へいざ出発だ。太陽の祭壇。これ日記？字ばかりで私にはちょっと難しすぎるけど。学者の先生は何かをもらってどこかに行ったみたいな感じ？太陽の祭壇2と前回オリビアが、なんか太陽っぽいですね。違うかーって言ってたやつじゃない？あれ？ 2 階って言ってなかったっけ？ここになんかおる。こうかな。それは災難だったな。え、じゃあ2階は？壁画だ。わあ、なにこれ。カフェいっぱいに絵が描かれてますわ。すごい。
でもこれなんないでしょう。漫画かな。違うかー。あー、ここにも謎の字が書かれてますわ。これも学者さんに読んでもらったら意味がわかるのかしら。なんだろう。魔法字的なやつにも見えるな。4つあって、目が何かを照らしたら、ファイヤーバードがやってくると。なんだこれ。儀式的な。赤変のやんけ。おい、学者のお連れさん。はい。いや、間違えたな。あー、はい。一回のやす、いやー、スタンダードだったよ。あー。え、結局、俺が正しい道を先に行ってしまっただけか。ここ、なんか将来的に来んのかな、スイートだって言って、鍵がかかってたし。鍵がかかってんならじきに開くでしょう。で、なんだって?砂漠の祭壇に行ったっつってたんだよな。ここ寄れるじゃん。寄ってこ。もう何?準備中。絶対ルイージじゃないかな。緑のエルなんてルイージ以外につけるやついねえし。どこで?どこで反応した?今。反応すんだよな。どここれ?あー、なんかでっかいオアシスの向こう側か。帰ってきた。で、もう向かっちゃえばいい感じかな。他に行くとこないし。じゃあ行くか。そっち側も道あんのか。もうまっすぐ行くだけだしな。ここは後々ステージが出んのかな。あんなとこになんかある。ドン。よし、オッケー。あ、砂漠のキノピオ全員終わった。ハテナブロックもちょうど終わった。キラッキラアイアンブーツ。あれ、こっち側なんかあるな。行ったことないぞ。前回こっち側気づかなかったな。左砂漠カロンか。ちょっと待てよ。なんかいろいろあるな。いろいろあるけど、ここはまた今度来そうではね。なんか大変なことになってる。敵か。こいつらを助けたかっただけなんだけどな。なんで埋まってんだこいつら。引っ張れるか。ああ、引っ張れないな。車はどけとかなきゃ。よし、これで引っ張れるかな。みんな何言ってんだ。あ、引こうと思ったらかわされた。さあ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 、寄り道はこのぐらいにして、祭壇とやらの方に行こうか。ぶつかった。祭壇は、まあ、さっき、おわ、なんかそんなとこにおんのか。降りて叩くか。人がいたんだ、ここに。祭壇、ああ、そうだ、前回これ。中途半端にしたんだったな。今桜にしてんのに折り紙仕様だったな。一
いてて。右側の方だよな。いるかーい？ここじゃないのかーい？ここだと思ったんだが？ここじゃないの？はい。あれ？ここじゃないの？町に戻りたいの？なんで？一応戻ってきたけど？フロントに聞くの？まあ、そっちまで行くのかよ。結局、ここまで戻ってきたじゃん。とってもいいお部屋でしたわ。くつろいちゃいました。だろ、ムーチョロイヤルホテルだからな。で？そういや、こないだ学者にあるもん譲ったんだけど、実は同じもんがもう一つあるんだ。なんで？関係者なら欲しいだろ。俺が持っててもしょうがないから、あんたらにもあげちゃうわ。太陽光。太陽の光とお香の香をかけてんのか。ポカポカした太陽の匂いがするお香、どこで使うのか。学者はそれ持って喜んでどっか行ったぜ。もし追いかけるなら迷子にならないように町の砂漠案内所に行ったらいいぜ。砂漠案内所。入り口近くにあったっけ？あれ入り口だったっけ？ここじゃなかったっけ？これは違ったっけ？ DJ か。そういや、こっち側には入ってないよな。なんかあんじゃん。取れなーい。どうやって取れるの？なるほど。どうにか入れたら、入れるんだ、普通に。いねー。いたわ。ん？どうやって登んだ、これ。いけた。いたわ。何お前 DJ？ 違うんだ。多分ホテルに行ってる人だよな。これで取れるな。危ねえ。結構ここ奥行きわかんねえぞ。紙袋。さて、寄り道してて、寄り道終わってよ。案内所。それはここだよね。へい。大砂漠。風抜けるトンネルを抜けたすぐ先に広がるとっても大きな砂漠だ。最初に行った場所だね。妙竹林の、な鳥の像や奥の方には太陽の祭壇とかいうミステリースポットがあるぜ。焼け砂砂漠は。この町を出たところの小さな砂漠が焼け砂砂漠だ。左右には小さな砂漠があるぜ。右側帰ってくるときにちょっと見つけたな。砂漠の塔。どこかの誰かさんに似てる高くて大きな塔が砂漠のあちこちにあるんだ。結構あったね。左にもあったしね。町の入り口近くの左右の扉の先にも塔があるぜ。4つある？もしかして。さっきホテルで見た壁画のやつがそうだったら4つあるんじゃないかな。で、鳥の像みたいなのがこっち系ないんでしょ。いけるんだ。先にちょっと行っちゃうか。なんか起動させれば、多分、壁画と同じようなことが起きるんじゃないかな。ここも穴多いね。これ各塔を攻略する感じだったりするかな。これは引っ張るやつか。
右奥。取り囲むようにあんのか。町を出たとこに、ある、紙テープが埋まってるとこの。おーい、マジかー。消えたし。俺、掘り起こす手段持ってないから無理だな。反対側も行ってみるか。うん、ここも穴ぼこだらけ、危ない。まあ、やっぱ塔はあるよね。あ、近寄ったら調べちゃうんだ。まあ、確実に各塔の攻略なんだろうけど。あ、いたー。左奥砂漠コンプリート。なんかここ怪しいな。あ、壊しちゃった。壊しちゃまずかったな。これ復活するかな。これ復活すると信じてまた来よう。今回も寄り道が多いね。多分各塔を起動させるとここが出現するんじゃないかなというふうに今んとこ思ってる。右の砂漠もちょっと見ていくか。うえー、ハリボテ兵いるやん。壺だ。うえー、どっか行ったし。スネーク。全員助けるのはちょっと難しいか今。だってハリボテのテレサいるもんな。いたけど、あと一匹か。かいくぐってどうにかなるかな。危ね、ワープしてきた。いた、いた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 。これで終わり？お、あんなとこにあんじゃん、今。来んなよ。危ない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 。ハリボテテレサー、今襲われてる。正面から見たらいいのか。簡単なんだな。背後に素早く回り込めれば。ん？ここはもともと民家だったのか。大きい穴だな。でもここ塔がある感じではないな。まあいいや、行くか。無視するー。来た。すぐそこに置いてたんだけどね。さあ、祭壇に行けば今度こそ会えるかな。いい移動手段を手に入れたな。まあ、こんだけ広かったら歩いて移動するのも楽じゃねえわ。何がもらえんのかな。掘る手段とか。ファイヤーバードが出てくるのか。あ、これ2行行くんだ。ほい。
わわ、煙が出てますわ、マリオさん。あらー、なんだかとってもいい匂い。まるでお日様の下で日向ぼっこしてるみたい。ポッカポカの匂いですわ。で？おーおーおー、なんか風が強くなったぞ。え、なに？あー、巻き込まれたー。うえ、なにこの空間。ハリケーンの中？ここは渦巻きの風に閉じ込められちゃったの？何か出てきそうで怖いです。なんだ？トゲトゲ？砂漠だし、サボテンかしら。でもそれにしては。何？凶悪すぎるだろ。サンボだ。マリオさん、サボテンみたいですけど、これって。ハリボテですね。おっきすぎー。で、うおー、体重、てか巨体を生かした体当たりしてきたな。押しつぶし。え、何すんのこれ。車乗った方がいい感じ？何すんだろうこれ。いてぇ、マジダメージいてぇ。逃げろ逃げろ。結構下の方にいっぱい弱点ついてんだよな。急げ急げ。遠い。オッケーかな？ちょ、車遠い。遠くに止めすぎた。ひえー！ハリケーンパレードだ。危ない危ない。あんま外側にも行けないんだよな。うわっ、危ない。びっくりした。あ、でも身長縮んでんな。ちょ、痛い。キー！あー、ブーツが、お願い戻ってきてー。それ沸騰さ、痛い。どこ、俺どこ？ちょ、ブーツ呼んでる暇ないんだよな。あ、これ以上転がれない？待て。あー、くそ。ブーツは呼んだ方がいいのね。これで組んだな。よくあの風の中来れたね、君。めっちゃダメージ受けてる。半分以上減らされてんじゃん。ローリングが終わった後に攻撃だな。さっきの感じで読めてはいるけど。あぶれちゃー！びっくりした。前に出るんかい。この後ローリングが入るはず。加速してー。へい。くそ！あ、いた？一応土に潜っただ、土というか砂に潜った段階でも判定あるんだな。ありがてえ。おわー、危ねえ。やつはこっちを一直線にめがけてくるな。風に飲まれるとスピードが遅くなる。危ねえ。何すんだ？倒れてじっとしてくれるか。待て、危ねえ。あと頭だけだよ。どこだ？そこか？そこの方に弱点があるように見えるけど。へい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 。へい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 。ちょ、あー、くそ。叩けそうだったな、みんな。加速しろ。へへ、こっちだよ。真ん中の方に呼ぶか。乗れるんかい。
へえ、あ、学者さんか？こんな広かったっけ？狭くなったよ。あら、何か変な形の紙っぺらが降ってきましたわ。変な形で。ああ、マリオくんが助けてくれたのか。ありがとう。そっか、あの大きいサボテンに食べられてたのね。は、なんだ君は。見たことのない姿だな。まさか君が古代人か？そうなのか？違います。私、オリビアです。あ、そうだ。祭壇はどうなった？なあ、まあ、無事っちゃ無事だけど。読める？ここに書かれている通りにやったはずなんだが。なんてよく書いてあるか読めんの？この謎の字読めるの？もちろん、私は古代人の研究をしているキノピオだ。この古代文字は古代人が使っていた文字だから、研究者の私には読めて当然だ。当然ではないと思うけどな。勉強したんでしょ？解読法を見つけたとか。やったー！謎の字を読める人が見つかりましたわ。さすが、古代人の先生。ところで先生、古代人って何？古代人とは古代に生きていた人たちのことだ。そして私はこの砂漠のどこかで今もなお生きていると言われる伝説の古代人を追っている。そんな人がいるの？私はその古代人を見つけ出し、古代人にまつわるある最大の謎を解き明かしたいのだ。その古代人の名はピオ。伝説の古代人ピオ。何それ？ピオ？先生のお勉強はなんだか難しいですわ。ピオって聞くともうトライピオしか出てこなくなっちゃったんだよな、最近。ところで私たち砂漠の紙テープを何とかしたくって、私たちと一緒に行って謎の字を読んでもらえません？うん。先生が読んでくれる形になるのか。まあ、そうだな。私のこれまでの調査によれば、ピオの存在を裏付ける重要な証拠がこの砂漠のどこかに隠されているらしいのだ。なるほど。その隠し場所を探るため、この祭壇を調査していたのだが、今後調査を続けていく中で、また化け物に襲われるリスクは決して低くないだろう。だがまた化け物が出てもマリオくんが一緒なら、こんなに心強いことはない。よし、いいだろ。契約成立だ。ピオの証拠を見つけるまで、ここはお互いに手を組もう。オッケー、やったね。古代文字といえば、私の泊まっているホテルの2階の壁にも書かれていたぞ。見た見た。あそこにもそのテープとやらの手がかりがあるかもしれんな。うん。いっぱいいっぱい読んでくださいね。カラーリングはパイナップル。さーて、ところでここの文字は何て書いてあるんだ、先生。太陽に香りを捧げし時、扉は開かれる。扉を開くための香りとは太陽光だと思うのだが、まだ何かが足りないのか。太陽が足りてないとちゃう？ああ、はいはい。お、あれは、あ、それ。先生、スコップ持ってるもんな。シャベルかな？スコップ、それも前回やったな。マリオくん、あれを見たまえ、地面が光ってるぞ。もしかしたら何かいいものが埋まってるかもしれない。あ、スコップだったわ。私はこのスコップで地面を掘ることができるのだ。掘りたいところで、下？十字キーの下を押すの？あ、そういう感じ。今まで全然使ってなかったもんな、これ。お金だー。ほらな、お宝を掘り当てたぞ。砂や土など柔らかい地面なら掘ることができる。光ってなくても怪しいと思うところがあれば、いつでも下を押してくれたまえ。なるほど。それならあの、お香のとことか掘ってみたかったけどね。乗ってる状態じゃダメなのか。ほい、掘れる。小銭小銭小銭。まあいいや。あお、こんなとこにいたのか。気づかなかったよ。奥にある祭壇が気になって。あ、そう。
確かここの右側も光ってる場所あったよな。鳥の像ってこれか。なんかあるなこれ絶対。ないのか。ないのか。うわ、なんとなく動かせそうと思ったけど本当に動かせるとはな。向かせる向きがあんのかな。とりあえず全部内側にしてみる。叩く羽の方向で回る向きが違うのか。はい、謎解いた。これ壁画に書いてあったよな多分。マイク、あの棒、なんだか私を呼んでるような気がします。なんでマイクスタンド出てきた。この棒を目の前にすると私の中で熱い何かが込み上げてきますわ。あー、マイクテストです。チェック1、2。マイクって言っちゃってんじゃん。ではリクエスト。あ、二つともこれ劇中で流れてた曲だな。ギンギンモリモリにしよっか。歌わねえよ。マリオはノリノリだけど先生は違うな。どっかで曲を仕入れてくんのか。ノリがいいなマリオ。うん、お年寄りも若返ってしまうようなノリのいい歌だな。しかしオリビア君、その歌も悪くはないが、これではただのカラオケだ。これに似た絵をホテルの壁画で見た気がするぞ。調べてみてはどうだろう。うん、ホテルで見たからやったんだけど、まさか本当に内側向かせるだけでなるとはな。光ってるとこ気になるけど、大抵お金だとは思うんだよな。まあいっか、無視しよう。さてさてさて、まあ壁、何やってんの君。あ、最初に救った人だ。あの塔のとこでも読んでもらうか。まずあれなんだ。やべ、手だけ出てるわ。危ない危ない。ブーツかいいよこれ。とりあえずここにもなんか書いてあるんだよな。ホテルに戻るのが先かな。これ中入ってみていいのかな。あ、登れる。なんだこれ。ふう、階段いっぱい登りましたわね。ここはてっぺんの丘みたいなところかしら。ん？棺かなんかか。これは？私の足元に瞳は眠る。マリオくん、この古代文字の内容はとても重要な気がするぞ。これは私がメモしておこう。Lでいつでも確認できるぞ。なるほど。こっちパネルはないのかな？あら、こっからお外が見えますわ。これって窓なのかな？何かはめたら可愛いかも。瞳が眠るって、足元に瞳が眠る。これってこと？ん？掘ってみる？うわ、本当に出てきたわ。石型の宝石。なんか左右でさ、なんかここにマークがあるからこっちかなって思って掘ったら本当に出てきたね。違う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 。これはめに行っていいかな。まだホテルで壁画の謎を解いてないのにどん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 やっちゃうんだけど。勘で解けるって素晴らしいね。
多分これで合ってる。おお、なんか光を放ってるぞ。あら、はめた石がキラキラ光ってますわ。なにこれ、綺麗。え、なんか動いたぞ、仕掛けが。目からビームが出るんじゃないかなと。勝手に思ってるんだけど。出たわ、本当に。これも壁画の絵で見た感じにあったよな。あー、やっぱそこに集める感じね。魔法陣だ。あ、やっぱ魔法陣だったんだ、最初に書いてあったあれ。突然入れて転んじゃった。一体何が起きたの？これは先にホテルで行って、全貌を見た方がいいな。あの、のっぽさん、きっと違う方を向いてるような、さっきと違う方を向いてるような、何かよっぽど見たものがあるのかしら。うん。先にホテルに行くか、その前にあそこの光が当たったところを先にチェックしてもらおうかな。おそらく4つ、かな。塔があるのは。ホテルの壁画に書いてあったのも4つだった気がするし。先生、これが私たちの追ってる黄色の紙テープです。砂に埋まっちゃってどうしようもできないの。なるほど。では古代文字を調べてみるとするか。闇の訪れとともに、キノピチュここに眠る。マチュピチュのことかな？砂の潜り方じゃなかったんだ。キノピチュ？キノピチとは確か、この砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のはずだぞ。このキノピチュ遺跡が今ここで眠りについているということか。そうなんだ。ベッドもお布団もないのによくこんなところで眠れますわね。じゃあそのキノピチュさんを起こしてテープを返してもらわなくちゃ。どのみちこのままでは手がかりが少なすぎてどうしようもないな。ここはやはり一度ホテルに戻って壁画を調べてみよう。あれ、なんか光ってます。こんなのあったかしら。ん？この模様なんでしょう。よくわかりませんわ。魔法陣ですね。壁画の通りに行くと、記憶を足して辿っていくと、多分、神様、火の鳥的な神様が出てきてくれるんだろうな。はい、じゃあまあ先にホテルに行っちゃいましょうか。さて、ホテルに着いたからまず2階のチェックだね。多分そうだな。ほら、この壁画にも古代文字が書かれてるだろ。多分そうだな、4つ。あー、ほら、4つの眼差し交わるとき、キノピチュ眠りより目覚める。おお、これはまさしく眠りついたキノピチュ遺跡のことだな。これってセリフ変わんのかな？やってなかったら。これ周りに4つあるのってもしかして目？なんか不気味。このも、古代文字もメモしておこう。L で確認できるぞ。で、これは多分塔に瞳をはめろって話だな。そそり立つ大きなキノコ、その瞳に火を捧げよう。下ネタ？目から何か出てますわ。この人、どこかの誰かさんに似てません？この古代文字もメモしておこう。で、火の鳥が。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。鳥だな、これは。鳥の像。うまい具合にマイクが言ったもんな。うわ、これ鳥さん？焼き鳥になっちゃいますわ。この古代文字もメモしておこう。あー、隣のが並べ方か。これはもう偶然やっちゃったけど。神に会いたくば全ての神官に見守られこの祈りを捧げよう。あー、なるほど。 VIP ルーム側に祈り、肝心の祈りとやらが書かれていないぞ。 VIP ルーム側に入ってんのか。右って何のことかしら。右、こっち。そうか、このドアの向こうにまだ続きがあるようだぞ。壁画が売りってやつか。そのスイートルームにはあんたとよく似たヒゲで緑の客が泊まってるよ。何やってんだ、ルイージ。
あの緑街中にある露店を見に行くって浮かれてたぜ。ルイージ何やってんだ。緑の人、それってもしかしたら、もしかしてなくてもあの人？ルイージだよ。とにかく街中でその緑の人とやらを探して、ここを開けてもらうことだな。最後のセリフ、学者先生だったか。そうだね。その前に、そうだな、各部屋ちょっと見てもいいかな。古代文字あったし。左から見ていくかな。こっち書いてあったっけ？あったあった。これなんて？キノピーサンドリアキ一生、キノピー生誕、焼けその砂漠の地に生を受ける。なんだろう、歴史書的なやつか。別に確認しなくてもいいやつなのかな。噴水かな？サンドリア記2章、黒き水。黒き水を掘り当て富を得る。油田だな。石油王だ。で、右側の部屋がある方は、左から見て正解だったね。ここは？マリオくんもこの部屋の鍵を持っていたのか。私とアイビアだな。よろしく。いや、あんたの鍵なんだよな。三章。王朝黄金時代。富を民に分け与え、この地を治める。多分今いる場所がこれだよね。壁画に書かれてるやつ。全四章なのかな？で、キノピシュか、これが。キノピオよ、永遠なれ。偉大なキノピオ、キノピチュに眠る。キノピチュか。ピラミッド的なやつなのかな。壁画見る感じ。五感的にはマチュピチュっぽいけど。街の外側にもなんかあったけど。まあ今回ここにし、この、ここまでにしとこう。次回ね、緑のヒゲの人を探して、スイートルームで歌を手に入れたら、オリビアに歌ってもらう感じかな。というわけで今回はここまで。それではまた次回。さよなら。バイバイ。じゃあね。